皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスターレッツゴーピカチュウパート7やっていきましょう。今回はマサキの家を調べるところからやっていきたいと思います。前回ライバルはポケモンが喋ったと言っていましたけど、果たしてそれは本当なんでしょうか。っていうか誰もいなくない？ポケモンもマサキもいないんですけど、お出かけ中なのかな。おっと、ピカチュウが何かに気づいたみたいです。いるな。緑色っぽい見た目をしておりますけど、これが喋るポケモンなんでしょうか。見た目は普通のニドリーノですけどね。たったこんちは、僕ポケモン、え、ちゃうわい、え、突っ込まれた。ワイはマサキ、人呼んでポケモンマニアや。あ、なんやその目は。姉さん信用してへんな。ほんまやで、実験に失敗してポケモンとくっついてもうたんや。めっちゃ関西弁な。助けてくれへん。いいですけど、ワイが転送マシンに入るさかい分離プログラムを頼むで。わかりました。そうや、そこのパソコンや、間違えんと動かしてや。え、やったことないけど大丈夫？ボタン一つならいいですけど。ほなよろしく。めっちゃなんか気楽だね大丈夫？命かかってんじゃないの？じゃあやるよ。パソコンの画面に転送マシンと出ています。押すよ。じゃあこれ。はい。おっと、急がな、頼んだで。わ、わかりましたけど、気楽すぎないか？ワンちゃんこれ命落とすで。 MK は転送マシンの分離プログラムを起動した。果たしてどうなるんでしょうか。ちゃんとニドリーノと分離できればいいですけど。はい、カチャッと動かしましたよ。わ、大丈夫かな、心配だな私が押しちゃった分ちょっと私にも責任があるんですけど。待て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 、火花がめっちゃ散ってる。大爆発絶対失敗したよね。お、あれ、待てよ、今ニドリーノがポケモンの鳴き声をしていました。まさき、よかった、出れたんだ。めっちゃ失敗したっぽかったけど、まあ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 、出れたならいいんですよ。いや、大きに大きに助かったわ。お、姉さんさすが、バッグにボックス機能ちゃんと入っとるやん。ポケモン捕まえすぎてボックスいっぱいやったら、大木戸博士に送ってあげたらええよ。あ、わかりました。ああ、そや、さっき助けてくれたお礼っちゅうのもなんやけど、これやるわ。はい、船のチケットありがとうございます。サントアンヌ号のやつですよね。今、クチバの港にサントアンヌ号が来とんのや。チケットもろたのはええんやけど、パーティーとか好きいやないからな。2枚くらい入っとるから誰かと言って遊んでえな。あ、じゃあライバルにでもあげましょうか。終わり？え、なんかプチイベントすぎない？関西弁だけがやたら印象に残ったんですけど、まあポケモンで関西といえば上都地方ですから、多分そっちの出身なんでしょう。おっと、これはコーチトレーナーだよね。この辺りってデートスポットなのよね。そんな中、私ここのコーチトレーナー、私強いよ、勝負してあげよっか。もちろんです、やりましょう。コーチしまくってやるんだから。お姉さん結構美人なんだから、デートとか誘われないんでしょうか。じゃあ MK さんとデートどうでしょうか。コーチトレーナーのハリーマヤが勝負を仕掛けてきた。ハリーマヤ、なんか変わった名前ですね。ワンリキーか。まあワンリキーは格闘単体ですので、バチバチアクセルでなんとかなるでしょう。等倍ですから一発は無理かな。16レベちょっと高いなどう思う？ MK さんは一発でいけると思うよ。はい、どうだ、いけ。うわ、いけねえか、強地球投げ、地球投げは定数ダメージですよね。自分のレベルと同じ分だけのダメージを与えます。ワンリキーが16レベだったので、今は16ダメージ食らいました。そう、こういうね、地球投げとか、あれなんだったっけ、ナイトヘッドか、ナイトヘッドとか定数ダメージ系の技は、相手のタイプとかに、タイプは関係あるけど、あの抜群とかに関係なくね、ダメージを与えることができるので、時と場合によってはめっちゃ使えるよね。はい、ということで勝負に勝ちましたけど、なんか弱くないか。コーチされたのは私。お、その顔も可愛いね。はい、1600円手に入れました。なんかくれる？はい、はあ、久々に楽しかった、これもらってくれる？はい。お、地球投げ、いやでも使わないな私は使わないわ。はい、技マシン15の中身は地球投げ、技を出したポケモンのレベルと同じ数のダメージになるよ。あ、さっき説明しました、ごめんなさい、先に言っちゃったね。はい、そしてこれは何でしょうか。虫寄せコロン使うかな。なんか前使ってもあんまりなんか地味だったんだよなそれ以降ずっと使っていないんですけど、こんな抜け道があったんだここに。じゃあ最初からこっち来たかったけど、まあ来れなかったよね。で、上の方に新しいポケモンとかはいないか。いたら捕まえに戻りますけど、いなそうだな。お、どうした、何か見つけたみたいです。はい、七の実がいいな、できれば。ポッポは茂みの中から何かを見つけた。ズリの実か、まあ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 いいけどね。はい、ズリの実もゲットしました。そしてこっち側にも草むらとかある感じないか。
もうあれか、あのなんだったっけ、プチーバじゃなくて花田、花田シティなんでしょう。ちょっと私のモンスターボール返しなさい。え、ゼニガメに取られちゃったんですか。ゼニガメが悪事を働くとは。ゼニー、あー逃げちゃった。ジュンサーさんのモンスターボールが、あーなんてこと、この家を見張らないといけないのに。待ちなさい。お、これはチャンスか。じゃあこのお家入ってみましょうか。何があるのかっていうか、誰がいるのか分かっていませんけども、誰かいる？できれば、うーわ何これ、めっちゃ荒らされてんじゃんなんか冷静に座りすぎじゃない？ピガびっくりするよねこんなの。ピッピー、これポケモンの足跡か。誰なんでしょうか。うわ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 、やらかされてんな。どうしたんだろう。え、足跡だよね。この足跡の奥に誰かいるんでしょうか。フィジュー、あ、そっちかい。ズリの実に反応していただけみたいです。てっきり足跡を追っているのかと思ったんですけど、お、そこか。ピカピカ。え、怖くね。なんかでっかいポケモンとかいたら嫌なんですけど、あなた冷静に座りすぎじゃない？もうちょっと悲しそうな顔とか怒った顔とかしたらどうです。ロケット弾、ポケモンに穴を掘らせて、きっとまた悪巧みを考えているのよ。穴？これが穴ってこと？穴ってよりはなんか破壊なんですけど穴を掘るっていうとね、地面を掘るイメージがありますからね。おっと、ロケット弾いました。あなたがやったのかここは。あーこら、人んちの庭入るなよ。え、俺？そうだよ、ただの通りすがりだ。全然怪しくないよ。怪しい、もう服装もセリフも顔も全部怪しい。お、戦うか。よし、じゃあどっちが正義か確かめましょう。ロケット弾といえばコラッタ、ズバッとそのあたりでしょうね。はい、何を出してくるんでしょうか。ラッタ、ラッタまだ見たことなかった。ありがとう、これで図鑑に載りますね。まあ私も進化させるつもりではありましたけど、いつも思うけど、ラッタって口閉じんのかな。あ、二度蹴りだった。まあいいやバチバチアクセルでも倒せるんじゃないか。はい、どうでしょうか。オッケー、どっちにしろ一発でした。多分二度蹴りの方が入るダメージは大きかったですね。次から気をつけましょう。はい、ということで、ほら倒したぞ。あんたここの人じゃないでしょ、出なさい。ジュンサーさんがどっか行っちゃったけどさ、ひょえー、参った、もうしないよ。はい、420円ありがとうございます。あなたは何をしていたんですかここで。ちなみにどういう悪事を働こうとしたの。分かった、盗んだものを返すよ。あ、窃盗か。穴を掘る穴を掘るってさっき言ってたもんね。はい、技マシンケースにしまった。そう、それじゃあ俺は退散するから、バイバイ。バイバイ。え、穴を掘る使おうかな。ピカチュウって覚えるっけ。バッグから穴を掘る。そう、電気タイプに対しての攻撃がちょっと今のところないので、できればここで使っておきたいね。穴を掘る覚えるぞ。よし、オッケー。じゃあピカチュウに覚えさせましょう。何いらないかな。二度蹴り、バチバチアクセル、電磁波いらないか。いらないね。もう主人公ですから、ここはフルアタにしましょう。1、2のポカン。ピカチュウは電磁波の使い方をきれいに忘れた。そしてピカチュウは新しく穴を掘るを覚えた。穴を掘る強いかんね。地面タイプの技ってさ、やっぱり電気タイプにドンピシャですけど抜群取れるじゃないですか。でピカチュウはね、電気タイプに対して今一つの技しか持っていませんでしたので、ここは覚えさせた方が良かったんじゃないでしょうか。どうした。ポッポはベンチの下に何かを見つけたみたい。え、パイルの実。パイルの実って飴が増えるんだったよね、ポケモン GO だったら。あれ、ピカブイだったらどういう効果なんだったっけか忘れてしまいましたが、ジュンサーさんはもういいのかなあっち行っちゃったから、とりあえず無視しましょう。これどこ進みゃいいんだろう。あー、ここは通れないか。通れないね。多分これはね、居合斬り的な秘術を覚えないといけないので、もうちょっと後になると思います。ということは下か。え、合ってるこれ。あ、合ってる合ってる合ってる。ここ前は通れませんでしたもんね。分岐がすごいあるんですけど、まずはこれを拾いましょう。やけど直し、いるかなやけど直しってなかなか使うタイミングないと思いますけども、まずは5番道路。待てよ、上も一応見、あ、待て、ガーディーいた。ちょっと待った、ちょっと待った、ガーディーいた。え、上から行くのか。待って、分かった分かった分かった、そっち側から行くんだな。ガーディー消えないでよ。炎タイプ私持ってませんから、できれば育てたいですね。でも炎の石なんだよな、進化条件が。オッケー、ガーディーまずは捕まえましょう。オッケー、絶対捕まえる。ズリの見つかっちゃおう、これは。ガーディーめっちゃ可愛い可愛いね。はい、じゃあここはズリの実を使っていきましょう。ズリの実ほいと。多分捕まえにくいからね。そう、この辺りからはモンスターボールなかなか入らなくなってくると思いますが、 MK さんはモンスターボール縛りをやめませんので、そう、このところはよろしくお願いします。やめないよ。ほら、どうだ。あー、ちょっと遠くに投げすぎました。もう一発、
はい、ここちゃんと円を見て投げていく。ちょっと待って、下手すぎないか今日。ちょっとジャイロがおかしくなってる。はい、どうだ、オッケーな、あー今輪っかに入ってなかったか。はい、1回揺れて2回揺れて、さすがに捕まんないよね。グレート以上は出さないとまずいわ。はい、じゃあここズリの実もう1回使いましょう。よし、行くぞ。ちょっとモンスターボールを無駄にしないようにちゃんと狙って投げましょうね。うっそ、逃げた、うっそだ。今完璧だったよね、場所は。もう一体ガーディ、おケーシーと、待てよ、ケーシーは逃げるぞケーシーはめちゃくちゃ逃げるぞ。これズリの実使いましょう。バックからズリの実。いやでもテレポートを使うわけじゃねえから関係ないのか。そう、ケーシーといえば逃げるというイメージね、皆さん持っているかと思いますが、ちょっと待てよ、ケーシーど真ん中に、あーたたたたた、待て待て待て、ど真ん中に来たところで投げたいけれど、そんなタイミング合わねえよな。じゃあ左側、あーやばい、もうちょっと強くか。はい、ここ構えて、ほい、どうだ、あーっと左すぎる。もう一回もう一回もう一回、ほい、どうだ、うわやべやべ、待て、当たりすらしねえ。これはどうだ、待てよ待てよ待てよ、下手すぎる下手すぎるよ。ほい、どうだ、うわー、今狙った場所には行ったんだけど、ほらどうだ、うっそ待って、入んなすぎる。はい、どうだ、ナイス、グレート、これは行ったっしょ。お願い捕まって、1回、2回、3回、捕まってください。ナイス、オッケーオッケー、ケーシーは捕まりました。エスパータイプは珍しいですからね。まあ今はテレポートしか覚えていないと思いますけど、ユンゲラーに進化したら使えるんじゃないでしょうか。ケーシー念力ポケモン、1日に18時間眠る、危険が迫ると寝たままでもテレポートして逃げる。すごい察知能力ですね。1日に18時間も寝んの、いいな。MK さんも次生まれ変わったらケーシーになります。はい、ということでガーディもう一回チャレンジやっていきましょう。ガーディの色違いって確か黄色がかっててちょっとかっこいいんだよな。色違いも一匹ぐらいは道中で捕まえたいよね。誰が出るかわかりませんが、できればかっこよかったり可愛かったりするポケモンでよろしくお願いします。うわ、ジャンプするの、やばい、待てよ、ジャンプしちゃったからちょっと、そうだよね、円に入ってないもんね。もう一回やらせてください。これ逃げ足とかなんかな、でも特性ねえわ。はい、じゃあここズリの見つかっていくよ。真ん中グレート狙います。うーわ、もうちょっと手前か、タイミングお願いだとしても捕まって、はい、3回揺れて、ナイス、結局運だからねグレートだろうがエクセレントだろうが、捕まらないときは捕まらないし、全然関係なくても捕まるときは捕まります。はい、ということでコラッタ15レベ、なんかそろそろパーティー変えたいな。怒りの前歯か、まあ覚えといてもいいな。じゃあここは気合ダメを忘れさせましょう。はい、使うかって言われたらちょっと怪しいけどね。コラッタ自体使うかって言われたら多分使わない。はい、ということで怒りの前歯を覚えた。はい、そして今回でゲットしましたガーディー読んでいきましょう。ガーディー、子犬ポケモン。人懐っこい性格だが、縄張りに入ってきた敵に対しては激しく吠える。MK さんはさっき縄張りには入っていなかったんでしょうか？ちょっと怖いね。あとは新しいポケモンいない感じ。おっと！待って！ピジョンがいるじゃん！じゃあピジョン捕まえるわごめんねポッポさん、ちょっと待って、ピジョンがいるなら捕まえる。ここは若いか、ズリの実だときつそうだな。でももう使うしかねえ。はい、ズリの実使って捕まえるよ。ど真ん中狙います。ほら、エクセレント、嘘嘘、待て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 、エクセレントを狙っていく MK さん、どうだ、うわグレートか、今のエクセレントでもよくねえか。はい、1回は全然入んねえ。もうでもいいんだ、モンスターボールでこうやって何回もやるのに価値があると MK さんは思っております。いけ、行きます。ほら、あーやばいやばいやばいちょっと今右にずれてしまいました。1回2回捕まんねえな、さすがにな。これさ、ズリの実使わないわ。行きます、ズリの実なしで捕まえます。モンスターボールはめっちゃあるんで、試行回数だけは稼げると思います。ど真ん中狙って投げていくけどちょっと待って、これさ、ジョイコンむずすぎ。はい、どうだ、ジョイコンむずすぎ。なんかさ、多分これさ、今日ニュートラルがずれてるわ、ジョイコンの。OK、ナイス、今のすごくない？これ捕まんなかったらもうやばいよ。どうよ、ゲームフリークさん、今のは、うーわ、今のエクセレントすごくなかった？ジャストだったんですけどそれ捕まんないんだったらもうダメだって。はい、1回、やばい、これズリの実使う？いや、使わない。使わなくても捕まるというのを MK さんがここで証明する。ほい、うわ、ピジョンレアかな、狙いたいけどレアっぽいよな。ちょっと待てよ、お、コラッタがいた。コラッタちゃん、これを漁っていたんですか？はい、スーパーボール使う？いや、ダメ、使わない。あ、ブリ、プリンいた、プリン捕まえ、ちょっと待って、ちょっと待って、プリンいた、プリンいた、プリンいた、
プリン消えないでよ。プリン消えるかな。急げ急げ急げ。うわ、でも上まで行ったら読み込みで消えそう。プリン出んのか。うわ、花田まで入ったら消えるよな多分。待って、プリンとピジョン捕まえたい。いないですか。プリンかピジョン出てください。これ一回降りたらもうさ戻ってこれねえんだって。コラッタは違う。湧かないっすか。ちょっと湧かないっすか。お、ピジョンがいた。じゃあまずはピジョン行きましょう。しかもこいつちょっと小さいな。っていうことは捕まえると、経験値が多めにもらえると思います。使わない。ズリの実使ってたらキリね。行きます。ここでほらどうだ。ナイスナイスですけど捕まってほしい。1回2回3回でうわ惜しいな。さっきからお願いします。どうでしょうか。でも関係ないからな。捕まるときは捕まるよ。結局これは運ゲーです。そういうこと運ゲーなんだよ。もう捕まるか捕まんないかっつうのはね、ナイスとかエクセレントとか関係ありませんと。はい、ということで、お、レベルが上がりました。待てよ、これポッポさ、あなたピジョンに進化するんじゃないだろうな。だとしたらやばいんだけど。あれ、うわはは、最悪最悪。ピジョン捕まえたらピジョンに進化した。ねえポッポさん、空気読んでよ。じゃあ一個前に進化しといてよ。今超頑張って捕まえたのにピジョンに、ピジョンピジョンになるこのタイミングで。ねえそんなことある。まあいいや、とりあえず、うん、図鑑データ読んでいきましょう。うわ、損した気分ですね。ピジョン、鳥ポケモン、有り余る体力の持ち主で、広い縄張りを飛び回り、遠くまで餌を探しに行くということで、ピジョン捕まえました。もうなんだよ。いらないよ、2匹も。まあまあまあ、いいや。そしたらあとプリン。うわ、またピジョン出た。ピジョンもう行ってば。プリンを捕まえたい、プリンを。プリンちゃん、ポッポじゃないよ。プリンちゃん、うわーちょっと粘りたい気持ちもあるけど、でもこの先もどうせプリンとか出るよな。そう考えると別にここで粘る必要もない気もするな。ちょっともう一周だけして、出なかったら、まあプリンが出なかったらこの先でまた捕まえたいと思います。お、なんか落ちてる。はい、7の実を3個見つけた。お、ありがとうございます。そしてそれはポッポか。プリンレアくせえな。そうだよね、ピッピとかラッキーとかプリンとかはレアな印象あるんだよ。さっき運よく出たのにな。もう一回だけチャンスちょうだい。これで出なかったら諦めて次行くわ。ガーディガーディやめぶぶガーディしか出ん。今度はガーディも行ってば。ガーディこっち寄って。ガーディしか出んちょっと一番下はピジョンはいいだ。ピジョンは私だ。これ私のピジョンだ。ややこしい。ケーシーもいい。あーダメだ、もうガーディーケーシーしか出ない。うおっと、こらったオッケー、やめましょう。じゃあプリンはまたこの先で、捕まえるタイミングを、あさりたいと思います。タイミングをあさりたいと思います。ちょっと日本語おかしいですけど、行きましょう。ここは何だろう、育て屋的な感じ。こんにちは。お、育て屋っぽいね。私は育て屋さん、みんなのポケモンを預かって育てているよ。いやどうしようかな。いやいいわ。いい、あなたは、わしはすごい特訓じじい。もし君がチャンピオンになったらまた来るがよい。お、これはあれですよね。まあ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 。今は言わないでおきましょう。そしたら、プリンは諦めて先に進んでいきたいと思います。はい、これは何でしょうか。PP エイド。そう、実況中で捕まらなかったポケモンは、エンディングが終わった後に生放送で、151匹揃えていきたいと思いますので、そこのところはご安心ください。ここでプリンばっか粘っててもね、ストーリーが遅くなってしまいます。あ、なあなあ MK。はい、何でしょうか。プリン捕まえなかったこと怒ってる？あっちのゲート通れないみたいだぞ。あーそうなんだ。じゃあこっちしかないよね。でも地下通路を通ればクチバシティに行けるぞ。ちょっと暗くてあれだけどな。え、暗いとこに女の子一人で行かせんの？ん？ MK ちょっとじっとして。何？顔近いって。え？何そのラブコメ展開。なんだよ。ん？何が起こった？なんかキラキラしてると思ったらこんなのが髪に引っかかっていたぞ。女の子の髪を触ってくるとはなかなかやり手ですね。元気のかけらか元気のかけらが髪に挟まることある？元気のかけらっていうのは瀕死になったポケモンを元気にする道具だぞ。俺も少し持ってる。俺のも分けてやるよ。え、いいの？ありがとう。2個。これで5個になりました。ありがとうございます。次のジムで役に立つかもな。はい、次のジムはあいつですよね。あれ、もしかしてそれ船のチケット。あ、そうだった。あげるよ、1枚あげる。はい、MK は真に船のチケットを1枚あげた。一緒に行こう、サンタ&ゴー。いいのか、絶対行くよ。どうしたのこれ、まさきにもらったけど。
ヒエ、あの喋るポケモンにもらったって？そうだけど、あ、いやそうか、ちゃんと人間だったのか、勘違いで焦りすぎだって。あの時のことはもう忘れてくれよ。じゃあ俺は先に行こうかな。はい。まあめちゃくちゃ取り乱しておりましたからね、その時は思い出してほしくないんでしょう。ちょっと今日は日本語があやふやなところでもありますが、そこはいいでしょう。行くぞ、地下通路。お、誰かいた。あなたは地下通路の守り神ですか？僕のポケモン肩に乗せてると近くに道具が落ちてるとき尻尾で教えてくれるんだ。え、何それ。ちょっと、いい情報聞いたんじゃない？やってみようか。多分地下通路中に道具が落ちてるんだな。え、あ、落ちてた。はい、まずはこれ1個拾いましょう。虫除けスプレー。そして待って、隠されたアイテムが多分ピカチュウの尻尾でわかるんだ。お、尻尾振ってる。どこ？尻尾振ってるね。ちょっとピジョン邪魔だな。ピジョン邪魔。これどうすんだったっけ？手持ちポケモンで、ピジョンの、あ、ボールに戻すか。はい。ピジョンボールに戻す。で、今なんか振ってたよね、尻尾。どこ？ほら、振ってる。振ってる。ここ？待て。こっち側？あ、振ってる。ここか。この辺になんかある。え？ここじゃないの？違う？上か？下か？下だ。この辺だ。なんかあるな。オッケー。大きな真珠を見つけた。何その、金属探知機。出てこなかった。お、まただ。また反応してるぞ。こっち側だな、今度は。下？お、下だ。この辺っしょ。あら？違う？もっと下？ここですか？違うな。はい。はい。もう一マス下？あら、違うね。この辺？もしかして一番端じゃないっていう可能性ある？あ、こっちがうな。何この金属探知機。やる？全部。結構な数落ちてそうなんだけど。はい。お？なんかめっちゃ反応してる。めっちゃ反応してる。この辺だな。ちょっと待てよ。この辺だわ。この辺になんか落ちてる。オッケー来た。金の玉を見つけた。これさ、ピカチュウが尻尾振り始めたらさ、A 連打しながらこの辺ぐるぐるした方早いわ、多分。こうだ。はい。どこに何落ちてんの？お、来た。また金の玉見つけました。これさ、ちゃんとした場所を特定するの結構むずいから。え、上？下？こっちか、今度は。え？待って、今ピカチュウの尻尾振ってたよね。ここ？いや、案外、嘘、待って、絶対この辺だ。お、来た。はい、虫除けスプレー見つけました。ちょっとせこいやり方してるような気もしますけど。はい、次は、お、また振ってるけど、まずはこれ。虫寄せコロンゲット。まあ、金目のアイテムがいっぱい手に入るんだったら、やらないに越したことない。え？やるに越したことないよな。上？この辺っすか、ピカチュウさん。あれ？さっき反応してなかった？この辺で。上かな？あらららら。ピカチュウの尻尾が。ピカチュウの尻尾が、触れなくなってきましたけど。あれれれれ。もうちょっと下かな？お、来た。この辺だな。はい、じゃあこの辺でぐるぐる A ボタン連打しながら回っていく。近い！ OK！ いい傷薬見つけました。これはありがたいですね。はい、そして、あ、終わりだ。なんかまだ落ちてそうな気もするけど、とりあえずいいものは拾い切ったと思います。地下通路は薄暗いから落とし物多いんですって。結構拾っちゃった。交番に届けた方がいい？まあ、いっか。バレてないっしょ。誰も見てないっしょ。よし、OK。多分誰も見てないんで大丈夫だと思います。ラッキー、ラッキーオブラッキー。行きましょう。これ絶対捕まえるわ。待って、これマジで逃すわけにいかない。ズリ使う。ズリを使って落ち着けよ。はい、絶対捕まえます。モンスターボールで捕まらないって思ってるっしょ。そこの君、捕まっから安心して。ここで投げる。うわ、嘘。もうタイミング完璧なのに。これさ、あんまりさ、時間経つと良くねって。待て、時間かけると良くない。ほら、どうだ。うわ、また遠すぎ。待て。ほら、やばい。もう、場所が完璧な時に限ってそうなる。で、場所が完璧じゃない時に限ってそうなるんだよな。ちょっと待てよ。逃げられんのだけマジ勘弁。オッケー。お願い、入って。ラッキー入って。1回、2回、3回お願い入って。うわー、やばい。待って、ハピナスとか進化系はないはずだから、もうこれラッキー捕まえれば、ラッキーが埋まったってことになる。よし、行くぞ。意味わかる？進化とかさせなくてもいいんだよ、これ多分。待って、今日さ、多分これニュートラルポジションずれてんな、ほら。ちょっと待って、ほい。あー、なるほどね。ちょっと左側にやれば真ん中行くわ。はい、ということで、やばい。
お願いお願い、待って、もう一回。これラッキーはさ、ズリの実なくなろうが連打するしかねえ。はい、ズリの実いくよ。ほい、これで真ん中行くっしょ。オッケー、わかったわかった。やっぱちょっとずれてたわニュートラルポジションが。うーわ、それでどうしようもないんだったらどうしようもねえぞ。いや、使う。ナナの実は落ち着く。パエルの実は道具が手に入りやすくなる。いらないな、もうズリの実だ。捕まえやすくなるが一番いい。行きます。ほら、あーちょっと左すぎたけど、どうだろう。お願い。1回2回、やばい、ラッキーが全然捕まらん。もう一回ズリの実。もうこれなくなろうがさ、確かめっちゃレアなんだよラッキーって。ここで捕まえとかねえと大変だって。ナイス、グレート、いったっしょ。1回2回3回、お願い。あー嘘な、待って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 、お願いお願いお願い、マジ捕まって。はい、ズリの実投げる、いくよ。ほい、あーやばい、うわー逃げられた。ズリの実もめっちゃ取られたし、マジかよ。うーわー、もったいね。あなたたちバトル何してんの。誰だ、僕らのひそひそ話を盗み聞きしているやつは。もう MK さんはラッキー捕まえれなかったショックでさ、あなたたちに当たるしかねえわ。お願いします。キャンプボーイのテルキ。はい、あれ別々か、ダブルバトルかと思ったんですけど、そういうわけではないんですね。はい、そしてサンドが出てきました。サンドは地面タイプですので、バチバチアクセルは効きません。ここは二度蹴りで倒していきましょう。しかも2体使うのか。ほら、うわ、あんまり食らってねえぞ。やばい、これどうしよう。やばいよ、毒にはならないでくれ。毒針はいいけど、マジか。ちょっと自力で直して。やばい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 、毒が入ってる。やばいって、自力で直してくんないの。はい、じゃあここは二度蹴り決めましょう。多分もう一回やんないといけないな。急所を引いてもちょっと微妙だったな。はい、毒針やめてよ。毒直してピカチュウ、自力で。やばいやばいやばい、触れ合いが足りなかったか。はい、じゃあここはもう一発二度蹴り。なんかさ、バチバチアクセル以外にさ、地面タイプとか今一つのタイプの時もガンガン攻められる技一個覚えといた方がいいな。はい、ということで3度は倒しました。次は誰だ、出してこい。うわー、レベル上がんねえし、しかもピカチュウも自力で直せないし。ねえ、直してよ。ニドラン押す、オッケー。に、あ、ニドラン押すってもう地面入ってるっけ。こいつ毒地面だったっけ、毒炭だったっけ。うわ、でも毒だったからこれ穴を掘るでいいわはい、穴を掘りまして、これで、効果抜群取れますね。やばい、毒がガチじゃん。穴掘れ、一発で倒せ、オッケーなんとか持っていきました。サンドはさすがなんか鱗があるから防御力が高いんでしょうね。はい、ということでピカチュウレベルアップ。毒直してくんね。ねえピカチュウさん、毒直してよ。10万ボルト、ちょっと待てよ。10万ボルトの威力は、はい、10万ボルトが90ね。でバチバチアクセルが急所込みだから75の 1.5 だから、うわ、バチバチアクセルの方があんのか。じゃあ10万ボルトいらねえな。10万ボルトいらないよね。まあ、麻痺が引けるのワンチャン。いや、いらない。いらない、いらない。忘れさせないです。はい。覚えずに終わっていいですよ。はい、そしたら勝ちました。なぜか勝てないんだ。じゃあもうちょっとレベル上げよっか。はい、ということで、キャンプボーイには勝ちました。これガールの方もあるっぽいよな。話しかける。あ、その前に何かアイテムが落ちているのでこれを拾いましょう。毒消しがいいな。いい傷薬か。ちょっとじゃあさ、ピカチュウ回復してもいい？あなたと戦う前にピカチュウを回復させたいと思います。回復ポケットでないよな、毒消しはない。じゃあここはいい傷薬使ってしまいましょう。60回復なんでピカチュウが満タンまでは回復しますね。よーし、じゃあ今度はピクニックガール行きたいところではありますが、今回はこれぐらいで終わっておきましょう。次回はピクニックガールと戦うところからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。